はい、ではオーバータイムなんですけれども、はい、ついにこの時が来ましたね。お待たせして申し訳ありません。はい、小さいセンターがどうやったら活躍できますかっていうことで、はい、まあ、ちょっとね、小さいセンターの活躍方法ということで まあ、というか、まあ、僕が外のプレーヤーだったらこういうのしてほしいなって、まあ、逆にもうチームにこういうことできる人がいるんだったら、まあ、しなくてもいいのかなとか思うんですけれども、はい、まずはやっぱりハイポスト、ここでボール持ってほしいです。やっぱり他の動画でも紹介してるんですけども、ここって本当すげえんすよ。何がすげえってね、なんかシュートを打つには遠くないけど、なんかドリブルするにも近くないような、遠いような、何なんだろうっていう、なんかちょっと絶妙な距離ですよね。で、バスケットの歴史が100年以上ある中で、僕ここのディフェンス一生懸命してるやつまず見たことないんすよ。ここでめちゃめちゃバッキバキについてる。よっぽどな選手ならともかくですよ。はい、ね、どっちのチームも残りの9人が身長165センチから170センチぐらいで、ここでボール持ってるやつが185センチとかっていうようなシチュエーションだったら、まあ、多分こいつにはめっちゃ一生懸命つくでしょうけど、まあ、しかも小さいセンターっていうことだと、まあ、なんか放置されるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、もちろんここでシュート決め出したらそれは疲れるでしょうけど、まあ、疲れたら今度は抜けるし、まあ、非常にいい距離かなというのが、いつもね、みんなここでジャンプシュート練習してるじゃないですか、ミートシュート。だからとにかくここでシュートを打てるシチュエーションを作るためにボールをもらいましょう。で、ボールをもらったら、まあ、ターンしてシュート、まあ、これはもちろん当たり前のことですよね。はい、しっかり打ってくれればいいと思います。で、まあ、他にちょっとやってほしいことがあって、何かっていうと、ここで、はい、ボールもらいました。ボールもらったら、今度はボールをもらった瞬間に、例えば上でもらうように練習しとくとか、まあ、下でもらうか、まあ、何でもいいんですけど、もらうところをとにかく決めておきましょう。ボールのパスの出し方、チームで決めてるといいと思います。よくその僕のところのチームでは、はい、まあ、ちょっと今年はこだわってないんですけど、まあ、本当にガチでこだわりに行くとしたら、バウンドパスを使っていいのは超リードパスか、もしくはベースライン側でディフェンスがいない時に出すパスっていうのは、ヘルプディフェンスがいない時に出すパスっていうのはバウンドパスを使ってもいい。それ以外は基本チェストパスで入れてますので。まあ、だからこんなところだったらどっから手が出てくるか分かんないんで、まあ、普通は上かなと思いますけどね。はい、で、上でボールをバーンともらったら、そのまま着地してバックターンをして、そのボールをくれたガードにバックスクリーンをかけましょう。で、こっち側でバックスクリーンをかけちゃうと、そのまま、まあ、もちろんガードを背負ったまんまシュートを打つこともできますし、シュートを打とうとした瞬間に自分のマークマンが出てくるのであれば、バックスクリーンかけてますので、ガードにダイブさせて、で、パスで入れてもいいかなと思います。はい、もうこれだけでも結構うざいですよね。で、そこでバックスクリーンかけて、ガードだけ生かしておいて、実は逆サイドのシューターにパスを振るとかっていうと、シューターからすると、ここのパスってすごい有効的なんですよ。はい、マイク届いてますかね ほぼゴールの方を体が向いた状態でパスもらえるじゃないですか。わかりますか？だけど、例えばガードからもらおうと思うと、いっぺん完全にゴールから違う方向を向いて、で、ゴールに向き直してシュートを打つっていうね、このちょっと面倒くさい動作があるんですね。これのせいでシュート率、本当5%から10%ぐらい上下するんじゃないかなと思います。僕なんかはします。はい、だからできるだけこのシュートを打つ体勢で待ってて、で、止まってシュートを打てる方が絶対いいので、ハイポストあたりでボールをもらったら、スクリーンをかける、逆サイドを見る、で、それを餌にして自分が1対1する、で、もしくはここでシュートを打てるようにするって、いや、入らんのかい はい、喋ってる間に体が固まっちゃいましたね。はい、しょうもねえ言い訳 で、あと普通にじゃあ、どういう活躍の仕方があるのかっていうことなんですけれども、ちょっと僕とバスケットボールがちょっと1対1をしているときに、2回目の試合じゃないかな、2回目かな、2回連続1対1したんですよ。で、それの最後の方にやったプレーがあって、こうドリブルして、行くぞ、行くぞ、行くぞっていうような形から、僕なんかは右利きなんで、右足でストップ出して、そのままこういうシュートですね。はい、ちょっとイメージ湧きますかね。こういうプレー、はい、入り方汚ねってか、はい、イメージ湧きますか。このプレーはマジでうざいです。はい、このプレーはマジでうざいです。
ここでボールもらってこっち向く、こういう風な感じですね。でこれ別にダメだったら、ここってほとんどヘルプディフェンスいないんで、ヘルプディフェンスいないんで、ダメだったらそのままピボットしてどこでも振ればガードでもいますし、結構ね保険のかかったプレーなんですよ、試合中にやるとしたら、はい、だからこのプレーでシュートがしっかり決まるようになると、まあ、結構いいんじゃないかなと思います。ただカチッとしたシュートじゃないんですよ、こうピッと構えてピュッと打つっていう、そのいわゆるなんかシューターっぽいシュートではないので、それを見た時にチームが、まあ、そのシュートを認めてくれるかどうかですね。あとはなんだそのシュートはってこう言われても、ちゃんと決めきればもうこれは俺のシュートだからっていうふうにまあ言えるようになるかなと思います。はい、僕はあのシュート結構使いますね。やっぱりあの伸びつきっぽいやつですね、はい、イラつきますね相手も相当。こう行くふりして右足で止まってそのままシュートってやつですね、はい、ということで、まあ、小さいプレイヤーセンターがどうやって活躍するかっていうところなんですけれども、はい、まあ、僕はこういうプレーしてくれるやつっていうのは、はい、あのインサイドプレイヤーしかないと思ってるんですけど、やっぱりね小さいセンターとかはもう頭をしっかり使ってチームのためにどうするかっていうような感じに見せておいて、自分もしっかり活躍するっていう、はい、どっちのためなのって言われた時はね、チームのためですって即答できるようにしましょう。はい、ということで、オーバータイム以上になります。ありがとうございました。